開発基盤、フレームワークの提供を70以上の業界を対象に行っているソフトウェア企業。フィンランドエスポーに本社を置き、日本を含む世界12カ国に事業拠点を置く。ナスダックヘルシンキ上場企業。1994年3月4日、アリック・チャンベー・エングとホバード・ノールが創業。当初の社名はクエーサー・テクノロジーズであった。 主要製品は Qt と呼ばれるマルチプラットフォームの C アプリケーションユーザーインターフェースフレームワークである。Qt にはグラフィカルユーザーインターフェースツールキットだけでなくデータ構造やネットワークなどの各種ライブラリーが付属する。フリーなユニックス系デスクトップ環境系 DE は Qt デベロップメントフレームワークスの Qt ライブラリーを使っている。関連して キューティーデベロップメントフレームワークスでは KDE 開発者を雇っている。キューティーの開発が始まったのは1991年であり、それ以降キューティーには徐々に拡張と改良が加えられてきた。2001年、トロールテックはキューティーをベースとしたクトピアをリリースした。クトピアは組み込み向け Linux を使った機器向けのアプリケーションプラットフォームである。 医療機器や工業機器などの用途にも多く使われている。2004年、クトピアフォンエディションがリリースされ、これを利用したグリーンフォンというスマートフォンをトロールテック自身が製品化している。グリーンフォンは、その搭載ソフトウェアのほとんどをオープンソースやフリーソフトウェアで構成した携帯電話である。 トロールテックは2006年7月にオスロ証券取引所に株式を上場した。2008年1月28日、ノキアはトロールテックを買収することを発表、6月17日、買収完了を発表した。2008年9月30日、トロールテックは QT ソフトウェアと解消し、クトピアは QT エクステンディッドと解消した。 2011年3月、ノキアは、QT ソフトウェアを、フィンランドのソフトウェア会社ジギアを例に売却することを、発表。2012年8月に、ジギアによる買収が完了し、QT の開発は、同社の QT 事業部により行われることとなったが、2016年3月、ジギアは、QT 事業の分社化を、 発表、5月2日に、ナスダックヘルシンキに株式を公開する上場企業、QT グループとなった。日本における称号は、ザ・ QT カンパニーよいのフィンランド語であり、東京にオフィスを持つ。ありがとうございます。